はい、みなさんこんにちは、たつのりです。今回この動画では iPhone や iPad で無料で使うことのできる Keynote というですねアプリの便利技、裏技を合計で7つほど紹介していきたいと思います。はい、それではですね、早速ですがこの iPad を使ってその Keynote のアプリの便利技、裏技合計で7つ紹介していきたいと思います。で、早速ですがその Keynote のアプリを開いていきます。そうしましたらですね、まずですね、キーノート上でですね、画像の背景を削除する方法を紹介します。まずですね、こんな感じでスプリットビューを使って、キーノートの隣にですね、写真アプリ開いて、写真を挿入します。で、仮にですけど、こんな感じで画像をですね、挿入したら、この画像のですね、このですね、フィギュア以外の部分の背景を削除したいと思います。これがですね、このま画像をタップしまして、タップすると背景を削除っていうのが上に出てきますので、こいつをタップすると自動でですね、このキーノートの方が切り取る部分を選んでくれて、この状態でここの終了というところをタップしますと、こんな感じでですね、その背景画像を切り取るっていうことができます。そして次にですね、その画像をマスクする方法を紹介したいと思います。例えばなんですけれども、この画像の顔の部分だけを丸く切り抜いてみたいと思います。で、それがどうやるのかって言いますと、通常のトリミングですと、こんな感じでその四角形で切り抜くことはできるんですけど、円形で切り抜いたりとかっていうことができません。そこで今回使っていくのがですね、ここに今なんか丸と四角のアイコンがあるんですけど、こいつタップしまして、その中のですね、今回は丸く切り抜きたいのでこの丸のアイコンタップします。するとこんな感じで円のアイコンができましたというところですね。で、こいつをある程度大きくしまして、それをですね、仮になんですけど今回こんな風にこのフィギュアの画像の前にくっつけまして、その状態でこの片方を選択しまして、オブジェクトを選択というところをちょっとタップします。するとそのこの画像内のオブジェクト複数選択できるようになるので、フィギュアの画像とこの丸の画像ですね、2つともを選択しまして一旦終了とします。するとここにですね、図形でマスクっていうのが出てきますので、こいつをタップします。するとこんな感じでさっきの黒い円でですね、マスクというかその円の形に切り取ることができるよっていう選択画面的になりまして、この状態で終了というのを押すと見事にですね、こう円形に切り抜くことができました。これだとあんまり円形に切り取れてるっていうのがわからないかと思いますので、例えばまた全然別の画像を入れてみて、この状態で今度は例えばですけどこの五角形的な画像を選びます。こんな感じで重ねます。で、改めてオブジェクトを選択で全てのオブジェクトを選んで終了しまして、図形でマスクっていうのをやってみると、こんな感じでですね、その五角形の形に画像を切り抜くということができました。次にですね、スライドに YouTube の動画を挿入する方法を紹介します。で、このキーノートですね、その動画の類も挿入することができまして、ここの写真っぽいアイコンタップしていただくと、その写真またはビデオっていうところを選べば、その iPad にもともと入ってる動画を入れる、差し込むなんていうこともできます。で、それ以外にも Web ビデオという形で YouTube の動画を挿入したりするなんていうこともできます。で、例えばですけど、ここに今私の YouTube の動画、Keynote の使い方なんていう動画がありますので、これの共有リンクをコピーします。で、共有用のリンクをコピーしたら、その改めてキーノート開き直しまして、ここのですね、写真っぽいアイコンをタップします。で、写真っぽいアイコンタップしますと、その中に Web ビデオっていうところがありますので、その部分をタップします。で、タップすると URL を入力というのが出てきますので、先ほどコピーしてきた URL をペーストしてやります。で、この状態で挿入というのをタップすると、このような形でですね、そのキーノートのスライド上に動画を貼り付けるということができます。で、このスライドに貼り付けた動画ですね、そのままタップしてこう編集中に内容を確認するなんていうこともできますし、仮にですね、こうスライドショーをしている中でその動画を再生するといったことも可能です。そして次にですね、3D データをこのキーノート上に取り込むという方法を紹介します。3D データなんじゃそりゃっていう感じかもしれないんですが、百聞は一見にしかずというところで、ここに今 iPad に保存されている 3D のデータがあるんですけど、こいつを差し込んでみたいと思います。
長押ししてドラッグして指をこっち側のキーノートで離しますと、こんな感じでですね、その 3D のデータをこのキーノート上に貼り付けることができます。で、 3D のデータのためにですね、普通上の、まあ、写真の場合ですと裏表とか見たりできないんですけど、こう 3D データを取り込むことで、そのあらゆる角度からですね、この 3D データの内容を確認するなんていうことができますと。で、このですね、 3D データどうやって作るんだっていう話があるかと思いますが、それがですね、まあ、iPhone とか iPad で使うことのできる、今ここに写してるやつなんですけど、このスキャニバースっていうアプリを使うことで、ものの1分程度とかで、しかも無料なんですけど、こういった 3D データを簡単に作ることができます。で、このですね、スキャニバースの使い方に関してはですね、今映している別の動画で詳しい使い方、解説紹介してますので、そちらの動画もですね、合わせてご覧いただければなと思います。次にですね、この iPad のスライドショーをこちらのですね、iPhone の方から操作するっていう方法を紹介したいと思います。スライドショー、まあ、通常、まあ、iPad 単品でやろうとすると、まあ、再生して、この iPad をこうめくる感じでこうどんどんスライドショーしていくと思うんですけど、その操作をですね、こっちの iPhone から行うということもできます。で、その方法がですね、まずこっちのですね、iPad、すでにキーノート入ってますけど、その iPad のキーノートを操作したい iPhone の方にもキーノートのアプリを入れます。で、このキーノートのアプリを開いておきます。で、こっちの iPad に一旦操作戻しまして、この画面右上のですね、3点リーダーをタップします。3点リーダータップしますと、その中にリモコンを許可っていう項目がありますので、そこをタップしてください。するとそこにリモートを有効にするっていう項目がありますので、そのリモートを有効にするっていう項目をタップしてください。で、その後にですね、その iPad のキーノートを操作したい iPhone のキーノートのアプリを開いて、その画面右上に出てくるですね、なんかリモコンっぽいマークですね。タップしますと iPad を検索中と出てきます。で、iPad を検索中というところで、ここで出てくる方はですね、その iPad をタップしていただいて、出てこない場合にはこの画面左上にデバイスというところがありますので、そのデバイスをタップしまして、デバイスを追加っていうところをタップします。するとこんな感じでこちらの iPad 側にですね、リモートデバイス iPhone というのが出てきますので、このリンクっていうところをタップします。で、リンクするとなんか同じ番号が出たというのを確認していただいたら、ここの iPad の確認をタップしてください。で、そうしましたらこんな感じで iPad 上のスライドショープレゼンテーション2を制御する準備ができましたっていうのが出ますので、この状態で再生をしてみます。するとですね、こんな感じで iPhone の方をですね、指でタップしてやると、こんな感じでスライドショーを再生することができるというところですね。で、終了したい時は iPhone の方の画面右上に終了っていう文字ありますので、ここタップしてください。するとその別のデバイスというか iPhone の方で iPad を操作するっていう状態が解除されます。そして次にですね、ハイパーリンクを挿入する方法を紹介したいと思います。ハイパーリンクって何それっていう方もいるかもしれませんが、まあ、そのやり方を見るとですね、何のことかわかるかと思うので実演したいと思います。例えばですけれども、まあ、この画像にそのリンクを挿入してみたいと思います。これ画像をタップしまして、その中の出てきたですね、この項目の中の一番右ですかね、こう逆くの字の部分をタップしまして、するとですね、その中にリンクというところが出てきますので、そのリンクというところをタップします。リンクをタップすると、そのリンク先どこに飛びますかっていうのを設定することができます。例えばですけど、このリンク先をこのスライド内の別のスライドに設定してやると、この画像をタップすると別のスライドに飛ぶっていう設定ができますし、このリンク先をスライドから例えばウェブページとかにすると、そのウェブページに飛ぶことができます。例えばですけど、私のその YouTube のリンクの URL とかを貼るとその動画に飛ぶことができたりというところですね。まあ、というところで今回はですね、このスライドにしまして、この最後のスライドとかにしてみたいと思います。この猫の画像をタップすると最後のスライドに飛ぶように今設定をしてみました。で、これ今編集中の画面なので、その最後のページに飛ぶということはないんですけども、これスライドショーしてる時に、まあ、通常ですとそのこれ2枚目のスライドがまた別の猫の画像のスライドになってるので、まあ、普通にタップするとこうその猫の画像が出てくるというところなんですが、この画面の状態でこの猫の
画像をタップするとその最後のスライドに飛ぶというところで、この猫の画像につけたリンクが生きてるということが確認できました。でちなみにこいつをですね、さらに PDF とかに書き出したりとかするとその PDF 上でもそのリンクは生きていたりするので、まあそのいろいろ使い道はあるかなと思います。そして次にですね、まあこれに関してはその機能といいますか、その互換性の話になるんですけど、このキーノートのアプリですね、マイクロソフトのパワーポイントのプレゼンテーションデータを開くということもできます。でここに今そのパワーポイントのデータが入ってきてるので、これをタップしますとそのパワーポイントのファイル PPTX ファイルですかねを開くなんていうこともできます。で逆にですね、これキーノートのファイルですね、基本的にはですねそのデータ作るとキーノート形式のデータファイルとして保存されるんですけど、この四角から矢印のマークですね、出力のマークタップしまして、書き出して送信というところをタップして、その中のですねパワーポイントっていうのを選択すれば、パワーポイントで開くことのできる形式としてこのですね作ったデータを出力するといったことも可能です。